こんにちは、E.D. ピアコです。本日はですね、新しいシリーズ、初心者シリーズ参ります。前回バッテリーの保管、充電の仕方などについてお伝えしたんですが、今回はその次、車両にバッテリーをつなげる際なんですけれども、まあ基本的にはスピードコントローラー ESC アンプと呼ばれるものとバッテリーをつなげることになると思うんですが、そのコネクタって分かります？これでつないだりしますよね。これいわゆるタミヤコネクターと呼ばれたりするもの。そしてこれがね、 T 型と呼ばれたりするのかな、もしくは D インズみたいな呼ばれ方をするコネクター、もしくはもうそのままね、バナナコネクターと呼ばれる、こういったもので直接リポバッテリーに挿すというパターンがあると思うんですね。大昔で言えばね、ここの端子がね丸裸で、もうアンプもしくはスピードコントローラーに直接毎回ね走らすたんびにハンダ付けするとか、そういったことがあったんですが、今はほぼほぼそういうことはされない、こういう感じになってるんでね、ハンダ付けほぼできないし、必要ないのかな。すごいねシビアなところではそういうのはあるかもしれないですけれども、ことドリフトラジコンに関してはそういったことはもう全く見られないという言い切りで大丈夫だと思います。直座しがメインになんで、なんですが、なんで直座しするかって話なんですね。まずはこのタミヤコネクターっていうのがこういうふうにバッテリーから出てるね、大体白ですよ、バッテリーから白いのが出てる。でアンプ側もこういった白いのがあってガチャコね、やるやつなんですけれども、これってコネクターの通せる電流、まあどんなものにも限界があるわけで、その電流の量が一応定格で15アンペアと呼ばれてるんですね。電気の話なんですが、ボルトとアンペアってあるんですが、まあ電圧がボルト、電流がアンペアなんですけれども、アンペアの方、まあ流れですよね。例えば水で言えば水のね1秒あたり何リッター流れるかみたいな、そういったものなんですが、これいっぱい流しすぎると、電流水流を流しすぎると発熱します。モーターアンプいいものを使うとどんどん電気を食います。どんどん食うからバッテリーから吸い出そうとします。吸い出そうとするところでここが狭い、例えば川でいうなんかせき止めた場所になってくるんですよ。要はそれが電気でいう抵抗なんですけどね、その抵抗があるとそこで発熱します。線もね、厳密に言えば抵抗があるんで若干発熱するんですよ。若干の抵抗があるから若干発熱するんですね。だから太い線を使いましょうとか、いい線を使いましょうっていうのはあるんですが、まあいわゆるラジコン屋さんで売っている線、14とかなのかな、12なのかなぐらいの太さであれば特に問題はないと。ただなんか家に転がってたから細いコード使ってねつなげましたとか言うとそこ抵抗になる可能性あるんですが、まあ一般に売られてるものを使ってるも問題ない。ただしこれも一般的に売られてるじゃないですか、タミヤコネクタ。これねドリフトラジコンで使うとほぼほぼすぐ発熱します。っていうのはブーストターボを入れる、10ターン 13.5 ターンのモーターを使う、そういうことをしてるともうすぐ15アンペアなんかすぐ超えるんですよ。というわけで、中古で買ったなど、まあもしくはね、ブラシレス、ブラシモーターからブラシレスにするとか、そういったことにした時にはこれ変えましょうってことで1ランクアップでこれになると思うんですよ。
これね T の形になってるからプラスとマイナスが逆に指すことなくなるんですよね。ただしこれこの先を言いますよ、こっちこうなってるんですよ。なのでここで逆説の可能性はあります。プラスとマイナスを逆に指す、逆に指してるところで何にも気にせずにこの T のコネクターでアンプ側に指すとブシュッです。最悪の場合、煙が出る、もっと最悪の場合煙に火種がついて発火することになるんで、もうこっからはリスクは結構高いです。このタミヤコネクターだったら刺す方にしか基本的に刺せないんですね。スーパー無理やり刺せば逆接できますけど、まあそれはやりすぎというわけで、このねコネクターになってくるんですが、実はこれもね50アンペア程度までと言われてるようなものなんですね。やっぱり抵抗になります。何かの金属と金属を触れさせて電気を通すものっていうのは抵抗になる。だからその抵抗になったところは熱が発生する。熱が発生したらこのなんて言うんでしょう、この色、赤っぽい色、この部分は樹脂なんですね。ざっくり言えばプラスチックなんですよ。そのプラスチックが溶ける、溶けたらプラスとマイナスがブジュッとくっつく、ブジュッとくっついたらショートする、要はプラスとマイナス端子の短絡です。短絡ショート、ショートって一番危ないですよね。リポバッテリーをショートさせたらどれだけ危ないかの動画は、概要欄の方に、概要欄の方に記載しておきます。まあこれの端子を使って実際にドリフトラジコンで、バンバが回したところで溶けてショートしたっていう方はもう僕の周りではね少なくともね聞いたことはないんですが、やっぱりあったかくなってるよねとかっていうのは聞くんですよ。なので安全な策これです。アンプの配線からダイレクトに端子、端子からバッテリー、ここの間にコネクターはかまさない。何しろ電気って一回コードを切れば切るほど抵抗になります。抵抗になったところで、発熱します。それ以外にもその切ったところで何かの接触不良ってやっぱ起こる可能性が出てくるんですよね。全部つながってる線よりも一回一回切った、または接触してる部分っていうのは何かのトラブルになる可能性があるので、できるだけやめましょうと。この部品のコネクターであったり、このプラグであったりっていうものも、こういったものの近くに売ってます。もしご自身がこのコネクターを使っているようだったら、ここをパチンパチンと切って、こういったものを使うように、こういったものに変えていきましょうというお話ですかね。明らかにね、容量の少ないバッテリー、10アンペア以上流れないよ。まあ、一応15アンペア以上流れないよ、そして許容容量の少ないアンプ、まあスピードコントローラー ESC、消費電量の少ないモーターを使う場合には別に問題ないんですよ。問題ないんですが、最近で言えばリポバッテリー、もうリポバッテリー使った時点でもうこんなん絶対アウトですよ。絶対って言っちゃいけないけども、まあ絶対アウトですよリフェバッテリーもそう、ブラシレスモーターそうで、アンプもね、例えば安いアンプで言ってもなんか5、60アンペアとか流したりするんじゃないですか、平気で。なので5、60アンペアがね、あの許容量だよとかっていうアンプあるじゃないですか。そういったものでちょっとブーストタープを入れれば2、30アンペア軽くかかるわけですよね。って考えたらこの15は心もとない。これを否定するわけじゃないです。それに応じたメカで使う分には何も問題ない。ただしオーバースペックなものに対してこのコネクター使っている方をよく見るので、その注意喚起というか、
ご説明、初めてシリーズ第2弾かな、これもね反響次第でまたちょこちょこね次に気づいたものカメラの前でね喋ってみようかなって思ってます。はい、というわけで EDP アコがお届けしました。今後見てこうって思った方はチャンネル登録よろしくお願いします。ラジコンドリフトサーキット EDP のアコがお届けしました。関連動画ご覧ください。さよなら。